茨城県道342号上、水戸停車場、津波公園線、水戸市栄町2丁目、水戸市大区町、茨城県道342号上、水戸停車場、津波公園線は、茨城県水戸市内を通る県道である。水戸市場、水戸3丁目から、大区町交差点を経由して、津波湖畔の茨城県道5 5号、水戸上市線に、接続する、一般県道である。水戸市、 広瀬町地内の一部区間は国道118号と重複する。路線名にある上水戸停車場はかつて茨城交通茨城線の上、水戸駅に接続していた頃の名残で1971年に茨城線廃線、上水戸駅廃止後も路線名が変更されることなく、今日まで継承されている。百五十九年十月十四日、新たな県道として、 三戸市上三戸町の上三戸停車場を起点とし、一級国道6号線交点交点を終点とする区間を本路線とする県道上三戸停車場、ちなみ公園線として、茨城県が県道路線認定した。1971年に上、三戸駅は廃止されるが本路線は存続し、1995年に整理番号342となり、現在に至る。 道路法の規定に基づき、水戸市、末広町同市南長官は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 ABC 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりファット AB、道路の共用の開始、茨城県法、第364号、P10、ABCDE、茨城県道路現況調書、平成26年4月1日現在、茨城県法、第776号昭和9年8月28日、茨城県国時代498号より、 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、第5434号、ピアニッシモ、5、8、道路の共用の開始、茨城県法、第397号、P3、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82、 電線共同校を整備すべき道路の指定、茨城県法第922号 P22 車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法第1139号ピアニッシモ61道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法第2980号ピアニッシモ1828ありがとうございます。